えてしまう。情熱チャンネルの時間です。この番組ではコメントを募集しております。 FM 向けの朝ではユーストリームで映像と音声をホームページからネット配信しています。スマホで聞いてらっしゃる方は無料アプリリスラジまたはツイキャスで、ツイート以外に X 以外にメールアドは797@fmginowa.com です。コメントお待ちしております。さて、星見ゆきの情熱チャンネル、私フラメンコの星見ゆきと申します。よろしくお願いいたします。そして魅力的な番組サポーターは、皆さんこんにちは、ダンディモリッチですよろしくお願いします、はい、と、FM ギノワンさんの、あかりんさんですね。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、今日はですね、この3人でお話をしていきたいなと思います。それでですね、今日はですね、コンクールのちょっとお話をねしていきたいなと思っています。で、コンクールって、ちょっとこう、いろんなコンクールがね世の中にはあるんですけれども、本当に多種多様なものがあるんですけれども、実はこのコンクールというのを30年間私は見続けてきた人間なんですね。で、例えばフラメンコっていうジャンル、一つのジャンルの中でも一つの大きなコンクールがありまして、ちょうどその発足をする時の会議とかそういうものにご一緒させていただいた経験もあって、どういうふうにそのコンクールが実際に出来上がっていくのか、そしてどういうふうにそれが運営されていくのかということをかなり若い時に勉強させていただいているんですね。で、今回、私自身がプレイヤーとして、3回目ぐらいになるんですが、別のジャンルのコンクールに出させていただいて、今回は残念ながら残念ながら落ちるんですが、前回もですね、前々回も感じたことがありまして、はい、で、今回はかえってそのまた見える風景が違ってきたので、それについてシリーズ化してお伝えしていきたいなと思います。で、人間ってアップダウンを繰り返した方がやっぱりいろんなことが語れる資格があると思うんですね。要はアップアップアップ、要は権威を重ねるためにどん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 皆さん努力するんだけれど、若いうちに苦労してようやく今権力を持ってる人、私たちの世代で権力を持ってる人もいますし、私のようにこう客観的に見てきて、その世界を見てきて、そしてこういろんな思いはするんだけれど、まあ今底辺まで落ちた人みたいな、そういうこう人間っていうのもまた面白い、そういう人も面白いの話も面白いかなと思って聞いていただけるといいかなと思います。で、おそらくですね、このコンクールシリーズっていうのをちょっと面白いなと思ってやってみようと思うんですけれども、いろんな方が、そのいろんな各種業界の方たちが関心がある部分だとは思うんですよ。で、そこの今日はですね、あまりも多岐にわたると分かりにくいので、プレイヤーとしての視点、私がプレイヤーになったのでプレイヤーとしての視点から
ちょっとお話をしていきたいなと思います。で、3つちょっと挙げたいと思うんですけど、1つはですね、やっぱりコンクールとは何ぞやって言ったら、プレイヤー側からですよ、プレイヤー側から言うと、これは魂の戦争であるということですね。1個目。2個目が、不利な戦いであってもプレイヤーとしてチャレンジする価値はあるということをお伝えしたい。それから3つ目、それを生かすも殺すも、経験をですね、生かすも殺すも自分次第、この3つについて今日は語っていきたいと思います。いかがでしょうか？なんか凍ってますね。大丈夫ですか？あかりんさん、どうですか？コンクールというとすごい違和感ありますか？どうですか？子どものコンクールもバレエコンクールとか初版コンクールとかいろいろあると思うんですけど。そうですね、私はコンクールとか競争ごとと無縁だったので、はい、そうですね、魂の戦争っていうワードなんかパンチあるなと思って聞いてましたね。いや、さっき考えたんですよ、ここ来て。そうなんですね。すごいです。魂の戦争だから、要は戦争って終わらないですよね、私たちの本性として。多分戦争反対って言ってても終わらない、ずっと私たちは戦争を生きてる限り続けていくんだと思うんですよ。で、その戦争がじゃあ肉魂っていうところだけにちょっと置いたのは、芸事ってやっぱり魂を注ぎ込まないとできないことなんですよね。だからそこをやっぱり争うという部分ですよね。私もコンクールっていうと小学校の頃なんですけど、ちょっと話がレベルが下がっちゃう。そんなことないですよ、小さい子子供たちもあると思います。習字コンクールとか、美術の絵の、ありますよね。それで金賞取ったか参加賞だったかどうのこうのっていう、そのレベルのコンクールっていうのには出たっていうよりは出されたということはありますけど。そうですね、今ね、お話を聞いてるとそんなにそれを戦争っていう感じでは受け止めてない経験だったような感じですが、お二人の方が意見くださっていて、じゅんさんかな、まあ、人が人としてある限り終わらないねっていう子ですね。高穂さんは、殺傷する戦争以外に経済戦争、受験戦争などありますからねって書いてくださってますよね。だからそういう意味ではあかりんさんも、受験戦争とか、言葉を変えるとね、そういうものにある程度少しは巻き込まれている可能性はありますよね。それはもちろんあるとは思いますけど、ただコンクールっていう一点に限っては、参加したことがないなというふうに思いました。なるほどね、はい、そうなんですよ。私もコンクールっていうと言葉きれいじゃないですか、はい、意外と、はいはい、で受賞とか、例えば受賞っていうものがあるとしたら、コンクール何々賞、アカデミー賞受賞とか、なんかそういう言葉ってきれいなので、その裏側にある部分はちょっと見えにくくなってるんですよね、きれいな言葉なので。争いと無縁って何っていうの、これはちょっと後で一緒にお話できたお時間があったりなんですけど、争いっていうものは無意識にあるんだと思うんですよね、私たちが生きている限り。愛の人なので、お二人とも愛の人なのでちょっと違和感あるかもしれないですね。私に限っては別に愛の人ではないですけど。そうですか。続けてください。愛と調和のお二人って感じがして、今日はとてもリラックスしてお話しさせていただいてるんですけど、聞いてる方からしたらね、違和感があったらどんどんコメントをいただけたらいいかなと思います。その魂の戦争ということに対してパンチがあるって言ってくださってすごく嬉しいんですけれども、ここは真剣勝負する人にとってはっていうことですね。ちょっと気分で受けてみようか、受かっちゃったっていうレベルの人に関してはそういうことではないと思いますよ。だからその人の、いや、一番最後に申し上げた生かすも殺すも自分次第というか、その人のモチベーションというか、そのに望む気持ちによってですね、その結果の捉え方も、それから受かった場合もですね、違ってくると思いますね。だから人に言われて出るとか、例えば先生が勧めてくれたから出るとか、そういう人も実際多いと思うんですよ。で、特にお子さんとかピアノの世界とか、すごく先生が勧めてくれたからとか言って出て、で一生懸命結構やってしまって、で実は落ちてショックだったとか、なんか
自分で出るとしっかりそのコンクールの内容を子どもも親も調べてですね、理念も調べて審査員もチェックして、最初からやれる人は少なくって少しずつ勉強していくと思うんですね。で、まあ、審査員の話になるととか組織の側になってしまうと今日の課題からはずれるので、あくまでプレイヤー側から言わせていただくと、やっぱりすごく今の心境としては、あの昨日帰ってきたんですけど、とっても複雑な心境、うん、で生の声をお届けするしようと思って今日マイクの前に立たせていただいてるんですけど、あのちょっと本音はやっぱりここでは言いにくいなっていうのが、まあ、本音です。ただそのプレイヤーとして思うのは、例えばフラメンコで言えばですね、フラメンコ あのではないんですけど、今回受けたコンクールは違うんですけれども、その100人受けたらですね5人ぐらいしか受からないんですよ。確かフラメンコだとですね、私が知ってるそのものだと、ごめんなさい、いい加減なこと言えないんですが、じゃあ何か別のものでもパーセンテージのとても低いものってあるんですね。っていうことは100人受けて5人しか受からない、3人しか受からないってなると、97人の人は受かってないわけじゃないですか。でその人たちがどういう気持ちでいるかっていうところにポイント焦点を当てていくと、そこは一生懸命じゃあ次回頑張るぞっていう人もいれば、すごいショックだったっていう人もいると思うんですね。まあ、90% の人が落ちるっていうものに対してやっぱりどう自分でそれを受け止めていくか、落ちる人が 90%、95% っていうものって結構あるわけですよね。そうするとその落ちた側の人数の方が多いってことは、落ちてこそ共感を得られるチャンスっていうふうに捉えることもできるわけなんですよ。だから まあ、あらゆる、まあ、何かエールを送るとしたら、チャレンジして 95% の人が落ちるとしたら、その人たちにやっぱりエールは送りたいかなっていう、今はそちら側の人間ですね。そうですね、やっぱりコンクールになると負けるっていう経験をする人の人数の方が圧倒的に多いっていうのはもちろんその通りだと思うんですけど、はい、そこからどう行動するか次第というかね、あの魂の戦争っていう言葉の表現をされてたと思うんですけど、はいはい、なんかこう負けで終われないから多分戦争って続くと思うんですけど、うん、そうですね、そういうことなんですかね。そうですね、まあ、自分を客観的に捉えることがまずできるということと、それから自分のこうなんていうのかな、マインドっていうのが分かってくるというか、私は例えば、まあ、ちょっと例が違うと思うんですけど、会社に面接に行って落ちたとしますよね。そしたらその会社を3年間受け続けたとするじゃないですか。でも面接官がさ、そこに前にずらっと並んでて、あ、君ちょっといいとこあるんだけどやっぱり今回は不採用ねって、まあ、3年間から5年間言われたらまた次の年受けないですよね、多くの人が。多分その相性みたいなものもかなりあるなっていうふうに感じてるんですよね、うん、だからそのプレイヤーとしてどうやってその時間と自分の大事な労力と時間を割いていくか、まあ、これはお子さんをコンクールに出させる場合が多いと思うんですけど、お子さんのコンクールが多いと思うんで、大人はいいんですけれど多いと思うんですけど、その時に親が関わる場合はその両親がですね、この子実際にそこの会社に合ってるのかなっていうことをやっぱりある程度見極める必要性はあると思いますよね。で、合わないところのコンクールを受けてもですね、10年やっても落ちると思うんですよ。で、多分ね、10年はやらないと思うんですけど、2年ぐらい落ち続けたら多分その子は書道だったらね、もしくはピアノだったりしたら僕才能ないんだって思っちゃうと思うんですよね。だけどひょっとしたら別のところのコンクールを受けたらですね、受かる可能性もあるので、それはやっぱりいろいろやってみる、業界をいろいろ見てみる必要性はありますよね。そうですね、そう、高子さんおっしゃってる通りだと思いますね。複数回受験することでその人の意思を見る、それもありますね。だからある意味ね、プレイヤーとして見てるのはあんまりそんな審査員ってコロコロ毎年変わらないんですよ。ってことはその人のプロセスも見てくれてるってことなんですよね。だから逆に言うとそこの価値観に合わせろって言ってるわけですよ、あなたの芸術を。ってことはもう最終的にこれは未来の話を、まあ、応用していくんですけど、今日はちょっとできないんですけど、その時感じたのは、まあ、内輪の老人会みたいになっちゃうなっていうふうに感じるわけですよ。私は感じるんですよ。だから一つの枠の中にその人を入れようと教育しようとしてるわけですよね。だからそこに対してどういうふうに関わるか、その業界とどう関わっていくかっていうその生き方みたいなものをやっぱり問われていくんだと思いますね。高坊さんとってもいいことを書いてくださってますよね。その業界っていうものがあるとしたら、そことどう関わるかっていうこと、権力とどう関わるかっていうことがプレイヤーには求められていくと思います。じゃあ音楽
で、はい、コマーシャルいきましょう。はい、はい、あ、音楽流してコマーシャルで、あ、ですね、コマーシャルからいきましょう。はい、はい、曲の紹介しなくていいですか。はい、あ、わかりました。いいですか。大丈夫です。わかりました。ちなみに CD も流してて大丈夫ですか、ネットに。CD はやめた方がいいです。入れていてください。これフリー素材から入れてるので、必ず入れてください。はい。あの、このツイキャスでも必ず CD 流してください。わかりました。フリー素材なんで、お願いします。サティの自分のベティペティでした。はい、情熱チャンネル、今日はコンクールについて、ですね、プレイヤーの視点からコンクールシリーズみたいなのをやろうと思ってるんですけど、プレイヤーの視点からお話をさせていただいてます。お聞きいただいてありがとうございます。あかりんさん、ちょっとコメント入ってるんで読んでいただけますか。はい、あ、サトポンさんから先ほどの曲について好きです。 ありがとうございます。はい、で、高保さんからですね、はい、正社員の社用登録、あ、社内登用試験でも真面目だけではダメでした、うん、媚びを売るのも必要だし、営業成績だけ上げようとする人もいました。それぞれの戦略だからいいけど、うん、普段の仕事を生半可にする人は、私は人としてリスペクトできませんでしたね、ということで。なるほどね、そうですね、そうですね。あと、じゅんじゅんさんからも、フラメンコの世界でも弟子を取ったら競わせたくなるかな、ということで。ああ、それはあると思いますね。まあ、コメントありがとうございます。まあ、いろいろ皆さんも思うところあると思うんですが、ちょっとですね、今日はあくまでプレイヤーの視点で話しているので、ですね、なかなか、まあ、さっき言ったようにプレイヤー側としてはですね、その組織というか団体の持っている理念をは表面的なものなんですよ、あくまで。だからそこに適応できるのかできないのかということを体で感じ取っていくことが必要だと思います。そこがまずポイントだと思いますね。だからそこを知るためにでもですね、あの、魂の戦争なんだけどチャレンジする価値はあると思います。おそらくそれが業界の価値だからです。うん、山内さん、ありがとうございます。あの、業界の価値だからですよ。だからその業界に合ってるか合ってないかを見極めるポイントだと思います。で、
例えばですね、伝統芸能とかありますよね。プレイヤーとして感じるのは伝統芸能ってもう本当に定型化されちゃってるっていうか、もう一つの守りに入ってるじゃないですか。そういう芸能なの、芸術なのか、そのジャンルが、もしくは新しい風をちゃんと入れて、いろんな価値観を包括して前に向かっていこうという、次の時代に向かって創造性を出そうというところなのかっていうことも大きく関わってきますよね。とかく歴史が長いところっていうのは、歴史を見て長いところっていうのは保守的になりがちなんですよ。それは審査員がずっと変わらないからなんですよ。だからそこはしょうがないよね。だからそこの辺もやっぱりプレイヤーとしては見て、自分が出る価値があるものなのかということに労力を注がないと、大事な貴重なお金と時間を無駄にすることになります。逆に言えばそういうところに入ってしまうことって、すごく世の中のためにならないですよね。そこを応援するって、政治と同じなので、違う政治家を応援することになっちゃうんですよ。だからプレイヤーは本当にそこを真剣にやらなきゃいけない。一回先生たちが、例えば自分が習ってる、指示してる先生が出てみたらっていう言葉に乗っちゃいけないんです。簡単には真剣に考えなきゃいけない。でも多くの人が誘われたら、なんか還元って言うんですけど、甘い言葉に誘われて乗っちゃいますよね。それで大体養分になっていくっていうことなんですね。別にそれ否定しないですよ。3番目に申し上げた、これは1番に近いかな、魂の戦争で傷を負うか負わないかっていうところと、あと2番目の不利な戦いでもチャレンジする価値はある、それ価値を見出せればです。ただ1番目の時点でやっぱりそれだけ人生を使うので、やっぱりそこは見極める必要性があります。でそれを生かすも殺すも自分次第というのはですね、結局はやっぱりそこに受かろうと落ちようと、受かるとね、実際にね、見える世界って全然違います。受かった人にしか見えない世界があるんですよ。だから競争ってやっぱ勝たないと、なかなかその世界は見えないですよね。そうすると、もちろんプレイヤーとしてですよ、まだ側の話はしないですが、だから苦労して勝つってことが必要なんですよ。ただ普通にふわっとですね、先生に言われたから出たけど勝ちましたみたいな感じじゃダメですよ。そうじゃなくって、本当に苦労して苦労して、その 5% に選ばれた、 3% に選ばれた、 1% に選ばれたっていう人は、見える世界が全然違ってくると思うんで、もうこれは価値があると思いますね。で仮に私のように落ちた場合どう考えるかっていうのは、さっき言ったことを総合させて、統合させて、じゃあどういうふうにこれを生かしていくのか、自分の進むべき道は何なのか、理念とは何なのか、人生の目標とは何なのかをもう一回確認していくこと。要はね、チャレンジするってことを周りの人も巻き込むんですよ。家庭も巻き込むし、周りの人たちにもすごく迷惑をかけるよね。だからそこも考えた上で、バランスを取りながらチャレンジしないと、やっぱり後でそれを全部追って背負っていかなきゃいけないから大変だと思いますね。なんかコメント読んでいただけますか。高保さんからですね、審査会資格認定会に合格したいのであれば、合格基準傾向を知らないといけないよね。我流は避けられる。そうですね、だから合格してから認められて初めて自分の個性を出してもいいですね。まあ、使い分けっていう方法もありますよね。で、まあ、異端児は弾かれますねっていうのも言えてると思います。だからとても保守的なんですよ、コンクールって。基本的には保守的な世界なんですね。だからそこのを踏まえた上で、まあ、一つ賞を取るということ大事なことだから、やっぱり権威に人は弱いのでね、まあ、今その賞っていうのがどういうどれくらいの力を持ってるかわからないんですけど、はい、そうですね、いろいろコメントいただいてるんですけども、そういうことだと思いますね。だから生かすも殺すも自分次第というのはですね、まあ、いろんなこと先生は言うんですよ。先生って、私も先生してるからそうなんですけど、その人に合わせてご機嫌取りしちゃうんですよ。落ちた人に対しても、受かった人に対しては謙虚さを求められるし、落ちた人に対してはですね、まあ、次も頑張れよみたいなことを言ってくるんですよ。でもその言葉は信じない方がいいですよ、ほとんど。それはその場限りだって、同じ思いをしてるわけじゃないから、思いをしてるわけじゃないから、誰もあなたの痛みを背負ってくれる人はいないんですよ。自分を引き上げてくれる人なんかこの世に誰もいないって思った方がいいです。自分を引き上げてくれてる人なんて誰もいない。自分で這い上がっていくしかない。もし這い上がるとしたら、相手にメリットを与えることです。本音を言っちゃいましたね。これここに私は統括できると思います。今までの人生の中でお世話になった人はいます。感謝はします。だけれども本質的には引き上げるのは自分しかいない。
そう思います。あ、口先だけですって言ってくれる人もいます。あ、高穂さんありがとうございます。まあ、あの地見えてる世界が違えば言ってることも違うので、今日はプレイヤーとしての意見を伝えさせていただきました。どうでしたか、ダンディ森地さん。ありがとうございました。こちらこそ。やっぱりその業界で歴史のあるものっていうのは、はい、長く続いているものっていうのは、そうですね、価値観をそれだけ、うん、そう固定化させますよね、うんうん、伝統芸能みたいになっちゃうわけですね。そうですね。 そうなんです。それがいいか悪いかは、うん、そうです。その業界の進化の仕方で変わってくるかな。そうです。そうです。そうです。老人会みたいになっちゃうことは確かなんですよね。だけれどもそれでもなおも世の中に認められようと思って、やっぱり権威が欲しい人はいます。そして権威は大事だと思います。でも長く続いているっていうことは、はい、形を変えながらでも、うん、そうですね、ノウハウを知ってるってことですよね。やっぱり老人、50年、うん、100年、そうです、そうです、そうです。例えば50年前に新しいものは今の時代になればもう古いものになっていくわけで、うん、長く続いているところには必ず根底にそういった土台がきちっとあるってことですよね、うんうん、あの権力があるってことです。いろんなもののつながりがきちっとあって、まあ、ここでは言えないですが、そうするとそれは次回の話になります。あくまで今日はプレイヤーの話で、あの本音を語ら、本音じゃないけど、まあ、本音の 1% ぐらいを語らせていただきました。引き上げていくのは自分しかない。自分の魂を救うのはある程度自分しかない、まあ、神だったりそういうものだったりします。でも周りに感謝の姿勢を見せることは大事だと思います。はい、高穂さんたくさんありがとうございました。あかりんさんありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、なんかあの高穂さん書いてくださってますね。異端児って言葉が出てますね。スーパー歌舞伎、そういうふうに、まあ、あの少しずつ階段を踏みながら少しずつ武器を磨いていくっていうことを人生には必要かなと思いますね。はい、そんなわけでですね、今日も楽しくお話しさせていただきました。プレイヤーとしての視点なので、次回はですね、側としての視点、それから組織としての視点、それからこの世の中にどうやってということを話していきたいと思います。ありがとうございました。